群馬の由美子です。こんにちは。今日は2022年5月25日水曜日です。マッドフラットで有名な YouTuber のエンドゥさんが、ロシアから一時帰国していらっしゃるそうで、7月3日の日曜日には群馬にも来てくれはるということでですね、私は前橋のレンガ倉庫を2つ調査に行ってきました。これは旧安田銀行担保倉庫1軒目、ですね。これは1915年大正4年竣工、レンガ造り2階建て、瓦葺き屋根、イギリス積みということです。前橋市住吉町2丁目です。産業技術遺産担保というサイトによりますと、安田銀行が融資の担保を保管するための倉庫に使っていた建物です。当時の群馬県では担保として柑犬やキートが、柑犬というのは乾いた繭ね、やキートが担保物件となることが多く、保管中の品質低下を防ぐためにこのレンガ造り倉庫は内側に漆喰が使われています。現在では協同組合前橋商品市場の倉庫となっており、多用途の倉庫として使われていますが、当時と同じように柑犬も保管されていました。かつて前橋市内にはこうしたレンガ倉庫がたくさんありましたということです。で、私柑犬という言葉を初めて聞いたので調べてみましたら、貯蔵のため乾燥機で繭を乾燥し中のさなぎを殺すこと、また乾燥した繭ということです。中のさなぎは殺されてしまうんですね。ちょっと知らなかったです。まあ、群馬は養蚕が盛んで、富岡製糸場で良い絹糸を作っていたというね、作るっていうか、こう来るっていうんですね、紡がない生糸は来る一本ですから、ずっとそれをこうほぐしていくっていうかね、紡ぐっていうのはあの短い繊維のものをよりよりして綿とかウールとかね、そういうのをこう糸にくるくるってしていくのを紡ぐというそうです。生糸の場合はこうお蚕さんがね、ずっと吐いていった一本の糸をくる、ということです。でね、そうですね、ここはね今でも使われていて、この日も若い男の人が荷物を出し入れしていました。あ、このなんか壁にレンガの濃い色でなんかちょっと模様がしてあるんですよね、謎の模様が。で、まあその荷物出し入れしてた男の人にちょっと聞いてみようかなと思ったんですけど、なんか育児がなくて聞けませんでした。それなんでここを今開いてて荷物を出し入れしてたんですね。で、この日は暑かったんですけど、すごい冷たい風がね、空気が出てきました。冷風が涼しいんですね、コロナ禍ね。まあね、あの面白くないんですよ、このレンガ倉庫2つ取ってきたんですけど、全然面白くなくてこれが何か、見る人によっては面白いのだろうかと思いながらこの動画を作っています。あのそう、サイズ的にはまあ人間サイズって感じでしたね。巨人サイズではないかなって、地下が埋まってるような感じもちょっと私には分からなかったし、あそこのなんか側溝っていうんですかね、なんか下に穴が開いてるのは何かなって思いましてね、少し撮影してみたけどよくわからない、通風口なんですかね、あの縁の下みたいな感じ、なんかちょっとわかりませんでした。枯葉が詰まっていました。まあ、大正時代に建てられたということになっていますね。大正4年、1915年
ですからこれも前橋の空襲で焼け残ったんですね。だから前に動画撮ってきた群馬県の昭和庁舎とか群馬会館も空襲ではやられなかったんでしょうね。そういうのを調べてる人がいないかしら。こうやって周り一周回ってレンガ倉庫を取ってきました。あ、今はねこれね鳥塀の駐車場としても使っているみたいですね。鳥塀っていうのは群馬の美味しい鶏肉を甘辛で炊いたものをご飯の上に乗せてお弁当として売っている美味しいお弁当屋さんです。配達もよくしてくれてね、高校生の時はこの先生がねお昼に配達してもらったりしてましたね。今日は鶏弁食べるかみたいな感じで何人か集まると配達してくれるんでしょうね。あ、今この裏側回ってますけど、画面にこうキラキラ光る白いものはオーブではありません。これはねカメラのレンズの埃だと思います。私オーブというものを知らなかったんですけど、10年ぐらい前でしょうかね、ガイアの法則を書いた千賀和樹さんが企画した、南の島に行こうかっていうねそういうツアーに参加したことがあるんですけども、その時に初めて知りまして、それは電気ガス水道なしみたいなね土人さんの島に行って体験しようっていうことだったんですけども、変人がね扉もちゃんと閉まんないような感じですね。見えるとかそういう感じではなかったんですけど、レンガはどうなんですかね。どうですかね。レンガの崩れているところがありました。こんな感じです。レンガといえばブリックスーツ男ですよね。トランプさんの選挙の時によくこう中継してた人、このトランプさんのラリーに行ったらこうステージに上げてもらったんですね。トランプさんも来てみてますかわいいね。それで、2軒目が表町2丁目の上倉庫株式会社、今もこの倉庫を使って営業してるみたいですね。これが1895年明治28年竣工だそうです。レンガ造り2階建て瓦葺き屋根イギリス積みということです。これは立派でしたね。なんか2棟もあって大きかったです。でちょっと1段上に上がってましたね。で窓の扉もちゃんと閉まっててね、現役で使ってるなっていう感じがしました。名判があったので読んでみました。上毛倉庫株式会社田中町レンガ倉庫1896年竣工。前橋が糸の町として栄えていた明治中期、繭生糸の保管の必要性から当時の群馬県知事や日本銀行の後援のもと江原義平を中心とした第39国立銀行現群馬銀行の役員らを発起人として明治28年1895年12月6日上毛倉庫株式会社が設立されました。翌1896年前橋駅前の田中町現表町に2階建て瓦葺きレンガ造りの倉庫3棟床面積295坪が建てられ業務を開始しました。このレンガは東京駅舎と同じく深谷市の日本レンガ製造株式会社で作られたものです。前橋空襲では屋根が焼け落ちたものの戦後すぐに復旧しました。その後昭和25年の戦災復興区画整理の
道路拡幅のため欅通り側の1棟が解体されました。残された2棟のレンガ倉庫の保管品は缶券、キート、食料品、家具、家電製品、新聞用紙、段ボール、原紙等、時代とともに移り変わり、倉庫としての使命を果たし続けながら現在に至っております。平成27年12月創立120周年記念事業により設置、上毛倉庫株式会社代表取締役江原智興ということです。それでまあぐるっと回ってみましたけど、まだ営業しているっていう感じなんでね、入りづらい感じなんで外からズームしてなんとかちょっと撮ったりしました。では今日のおまけ画像、これは JFK ジュニアの影ではないかと言われていますね。このいい感じに年いって、これは画像を加工したんでしょうかね、わかりません。でこれがね、私がですね、友達から入手した、ウィキペディア第35代アメリカ合衆国大統領ジョン・F・ケネディとジャクリーン夫人の長男第2子、愛称はジョン・ジョン、一般的には JFK ジュニアと呼ばれていた。事故により38歳で死去。2021年に墜落死は偽装であったことが公表され、実際は生存していたことが世界に向け公表された。本人が登場し、トランプ2期目政権の副大統領に就任。こういうのが一瞬ウィキペディアに載ったんですね。それで、まあ、JFK ジュニアが生きてるらしいという話がありますよね。で、息子がエズラ・コーエン・ワトニックで、娘がケイリー・マクナニーだという話ですよ。で、これはエズラ・コーエン・ワトニックっていうのを知らない方に、この人はトランプ政権下で国防長官代理を務めたということなんですよ。で、このケイリー・マケナニーちゃんは有名ですよね。報道官やってましたよね、そうらしいんです。だからこれがマケナニーちゃん、この赤ちゃん、そうなのかしら。で、このなんか暗い地下室みたいなところで撮っているこの写真は JFK ジュニアの子供たちなんだろうかと思ってしまいますよね。これが年いった JFK ジュニア、今もっと年いってるみたいですね。これもうね、おじちゃんですよね。すごいですね。じゃあおやすみなさい。